つまりはこの中に黒幕の内通者がいるんだよ。そんなことあるわけないよ。その恐ろしいこと、なんと安室に寄っていってる気がするんだ。そんなはずない。あ、内儀様、熱い男ですわね。内通者がいるかどうかが問題なんじゃない。え、じゃ何が本当に怖いのは、僕らがお互いを疑い出す状況。そうなんです、誰かがいるのが怖いんじゃない。私たちがみんなで疑い合っちゃうのがダメ。なぎさま、主人公ですわね。本当に立派な主人公になってまいります。やはり覚悟で、殺人というのは時代や場所、社会の中で評価が変わっていくものなのです。これちなみにちょっとモノクマに寄せてます。人殺しが異常な証拠なら、過去の英雄たちは皆狂っていることになってしまいます。裁かれる殺人より裁かれない殺人の方がよっぽど異常な場合だってあるのですよ。難しい話ですわね。でもよく言いますわよね、一人殺せば殺人者みたいな。何人殺せば英雄で、100万人殺せば100万点バラザラメでございますわというのがありますからね。昔からよく言われておりますから。おはようございます。いや、殺してません、殺してません。私、人殺ししておりません。さて、食堂に急